今日はね、ぶんちゃんプレゼントがあるよ。ぶんちゃん、よいしょ。なんだろうね、なんだろうね、それゴミよ。ぶんちゃんプレゼントがある。なんだろうね、ぶんちゃん、ブチャのプレゼント、はい、じゃーん、首輪。ブンちゃんさ、ドッグタグをね、あの細いロープみたいなのを二重にして今までつけてたんですよ。あんまりね、毛に埋もれてね、あんまり見えなかった方も多いと思うんですけど、今までは細いロープにその駐車商標か、駐車商標をつけてやってたんですけど、その紐じゃさ、このどうにも信用に欠けるんだよね。あと一見見たらさ、首はついてないように見えるからね、やっぱりね、見えた方がいいってことで、はい、アマゾンで買った。まあ普通に安い値段だったよ。まあね、ハーネスでお散歩してるからさ、気になるね。ハーネスでお散歩してるから、首輪自体はさ、そんななんか強靭なやつっていうの、あの大型犬用 の、 あの鎖で、あの首が締まるタイプのやつがあるんですよ。あの大型犬って力が強いから、あの抑えきれないと、あの危険なんでね、首輪が締まるタイプのやつがあって、ね、ブちゃんはあのハーネスなんで、それは必要なく、ちょっとつけてみようか、ブ、新しい首輪どんなになるかな。ぷちゃん、お座りは？じゃあ伏せで、ぷちゃん、うん、今ね、首輪つけたんですけど、やっぱなんだかんだ見えないね、モフモフだから。ちょっと立ってくんない？立ってくんない？待てよ、ちょっと待って、近いな。はい、お座りして。お座りは？お座りそれ伏せなんだよ、ぶんちゃん。じゃあ、かった、姉ちゃんが横から取ろう。あ、ほら、首輪が、ね、あるんですけど、一応全然見えないな、モフモフすぎて。こっちから見せて、お座りして。そう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 、待ってよ、待ってよ、ぶ、待てよ。あー、見えるね。あー、まあでも、うん、モフモフだな、毛が。うん、いいんじゃないですかね、ぶんちゃん似合ってるよね。まあこれでね、まあ、ロープよりは全然信用できるから、首輪の方はちょっと匂いがきつかったな、この首輪は。じゃあジャーキー食べようか。キャッチ、ブリゴー、うんうん、かわいいじゃんか。やっぱ赤は似合うね。青と赤と茶色で迷ったんだけど、やっぱ青の方がオリジナリティあったかな。まあいいかな、こんだけ家に赤あるし、いいね。ね、新しい首輪。よし。